はい、皆さんおはようございます。中島です。本日は2月の、24日です。最近なんかもう私の脳内がぐちゃぐちゃになってて、魔法の、例えば、この言っている内容と日にちと誤差があったり、例えばこう印字してる、日付が間違ってたりとか。基本的に私のメルマガ読んでくれてる人は分かると思うんですけど、ものすごく誤字多いんですよね。で、それをこうご指摘いただき、それでこう会話するぐらい ひどい時もあるんですけど、基準はね、ブログに書いてるものが大体ベースなんですね。で、魔法は、この一日一魔法はもうその日その日の朝にメッセージ降りてきて、そっから取りますから、そのもともとブログにちゃんと書いてある、それはね、大体数日前に来るので、きちんとそれをいうふうに書くんですね。書いてラインナップ整えておくんですよ。そして毎日毎日こういうふうにして来るので、それをタイムリーにお届けしてるっていうのが一日一魔法なんですよ。だから新鮮さはこっちの方があるんですけど、明らか間違ってる時は言ってください っていうのは、いろいろと、そういうふうにして、こう私が撮ったものとか、アップしてるものとかをちょっとこうお手伝いして、ちゃんと打ち込んでくれたりとか修正してくれたりとかするチームが実はあったんですけど、今回の一連でそこもごそっといなくなったんですよ。もうてんてこまいなんですね。ですから、本当になんかね、面白いぐらいに、こういう SNS とかを使って発信し始めた頃ですね、ちょうど2012年の年末、で2013年の年始ぐらいから、真剣に私やりだしたんですけど、その頃とほとんど状況が同じで、これね、面白いもんやなと思ってます。で、思い出しやるんですけど、操作はするんですけど、なんか思い出せないもんですね。最初はすごい手間取ったんですけど、でもやったことなんで、やっぱりちゃんとできるんですよね。何日か経てば思い出すんですよ。で、これでまた一つ思ったことは、きちんと自分が通ってきた道、やったことあることっていうのはやれるなと思います。当たり前のことなんやけど、今回ね、すごいそれを、感じました。だから私はとにかくいつもこう試し癖があって、何でも試してみるんですよね。興味のあることは試してみるし、興味のある人とは会って話してみるし、あとは、興味のある場所にはもう必ず行ってみます。で、やっぱそれの積み重ねって大きいなと思うんですよね。書いたものだけで、感じたりとか、見たものだけで思ったりとか、あと聞いたものだけで判断したりとか、そういうのってやっぱこう現場に行かないとわからないこととかってあるんですよ。例えば例で言うと、最近自分の車で東京行ったりとか、あちこち行ったりしてるじゃないですか。その時にナビ、Google ナビあるでしょ。 Google ナビがもう私の先生なんですよね。で、 Google ナビでっていうのは、車の、ナビだと狂うんですよ。めちゃくちゃ狂うし、遠回り言われたりするんで、やっぱりね、もう Google ナビが一番こう今のジャストの一番早い道を教えてくれるから、それを頼るんですけど、 Google ナビでさえ、現場の状況、例えば交通状況なんかで言うと、こう高速道路走ってるじゃないですか。で、事故とかがあって解除されるタイミングとか、特にね、解除されるタイミングと Google ナビって連結してないみたいで、嘘をつかれることが多いです。いやいやいや、通れるやんみたいな。だからもうそういうことで、一つにしても、やっぱこうその場所にいないと分かんないことっていうのはあるんですよね。ですから、
やっぱりもう初心に帰るじゃないですけど、私が本当にこの見えない世界に戻ってきて、自分がやりたかったこと、やろうとしてたこと、そのためにこの3、4年積み重ねてきたんですけど、自分のイメージとしたらもうちょっと先にやるつもりだったんですね。今からやろうと思ってること、もう少し準備してからやろうと思ってたんですけど、まあもうこのタイミングで始めちゃえと思って、やっていきます。さあ、どんなことをやるか、それはですね、皆様これから楽しみに待っていてください。本当に自分がやりたかったこと、この世界でしたかったことを、再現していこうと思います。そしてまた今日いろんなところで発表を始めるんですけれども、まあ、今回の一連の、私の思いですね、本当の思い、これを伝えてみたいなと思っております。さあ、皆さんがどういう答えをくれるか、またこれも、私の中の一つの課題としてやっていきたいなと思っています。さあ、本題です。今日の一日一番をいきます。今日はね、セドナなんですね。お月様からのメッセージ、惑星からのメッセージなんですけど、このセドナっていうのはもう準惑星で、まだまだ未知の惑星です。まあ今日の日にふさわしいというか、やっぱりやってきたこと、してきたことっていうのが一番の力であって、事実、実際、現実みたいなイメージですね。で、あとちょっと堅苦しい言葉かもしれませんけど、誠実さっていうのを今日は一つのキーワードとして皆さんの中に留めておいてください。誠実な対応とか、誠実な気持ちとか、誠実な精神とか、そういうふうに後付け別にすることはないです。ただぼやっとイメージで誠実、例えば誠実って何だろうっていうふうに考えてもいいですし、最近誠実に私のこと対応してくれた人は誰かなとか、そういうふうに思ってもいいですし、今目の前に起こっていることに対して自分の行動に、誠実さをプラスしようとか、まあそういうふうに考えてもらったらいいんじゃないかなと思います。そして今日は意識していただきたい色はレインボー、もう七色のね、虹の色なので、もう自分がパッとイメージした色を、今日は使ってください。で、もしイメージできない人っていうのは、もう色の一番端と端の色ですね、白か黒、もう今日私もこうやって完全に白と黒っていうようなものを身につけてるんですけど、まあそういったイメージで、色が浮かばない方は一番色の原点の色、まあそういうものを意識していただければいいかなと思います。ということで、皆様、今日も一日、良き日となりますように。そして、これです。自分を、今日は大切に思ってあげてください。自分に対しても誠実に向き合う日にしてください。ということで、今日も皆様、良き日となりますように。じゃあねー。